今日はダンちゃんとイナウルちゃんとシブハルカーサムにダイロマン出まーす。あーでーよろしくお願いします。お願いします。お願いします。ウルちゃんとは初めましてです。そうですよね。そうだよ、初めまして。ちょっとノリがちょっとだけ似てるよねって話してたね、さっきね。そうね。なんかさ、失礼かもしれないけどさ、なんかラムちゃんとなんか初めて喋った感じがしないくらいなんかノリが。わかる。え、わかる？なかった。え、めっちゃわかる。配信が始まる前にさ、なんかずっと普通に喋ったけどさ、なんかボケーって喋ってたよね、ずっと、うん、そうそうそう、なんかめっちゃラフな感じで始めましてたのに、ね、ボケーって喋ってたから、ボケーって喋ってた。あれ、これ昔からの友達かなみたいな。え、わかる。なんかね、なんか、うん、あ、初めましてみたいな感じしなかった。しなかったね。え、お二人ともそんな感じで最初接することあんの？あるよ。あるある。本当？あるよ、そりゃ。ラムちゃんはあるかもだけど、イナウルはそんな風になってんの見たこと一度もないけどね。あはは、タメ口でいいかなって言ってるイメージしか見たことない。今日さ、逆にさ、ラムちゃんにさ、え、タメ口でいいって聞いてないんだけど。え、そう、別に聞かれてないし、聞いてもないし、なんかお互いそれとなくもう取れたからいっかってなった。うん、待って、そうなってた。ね、お酒入ってる？うん、シラフ。え、バリシラフ。バリシラフ。あー、今日の日の本。え、ギャルだよね。わかる。ウルちゃんギャルなんだよ、結構。え、ちゃうちゃうちゃう。ラムネちゃんもギャルでしょ。ラムはね、ギャルじゃないよ。イナウルもギャルじゃない。ギャルって言われるけど。清楚？清楚なんですよ。そう、清楚。なんかさ、清楚ではないでしょ。ゲップしてたんだから、さっき。え、待って、なんでその話しちゃうのね。ゲップしてない。さっき言ってたけど、さ、ゲップを飲み込んだらゲップじゃないのよ。ゲップって、音でなかったらゲップじゃないよね。ね、そう、ラムちゃんとウルーは、うん、ゲップは外に出して音が鳴らなかったらゲップじゃない判定なのよ。そう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 。でもね、それを言っちゃったらもうダメなのよ。言ったらもう相手に不快を、不快感を与えることになるのよ、それ。何が不快？あ、ごめん、ゲップ今飲み込んじゃったってご飯食べれる人の前に言うのは、それは不快感を与えるのよ。え、でもさ、おならをすかして知らんぷりされて臭いか、おならしちゃったっていう方、どっちがいい？いや、ごめんね、ラムちゃん、なんかね、一歩なんか下ネタとか汚いの NG なのに、本当に申し訳ない。あ、いいよ。うん、ちょっと、言い聞かせるわ、後で。じゃあ、え、ラムちゃん、そっち側なの？ラムちゃん、こういう話食べない。いや、じゃあ、V スポはね、あの、下ネタとか汚いのこと NG だから。うん、え、そうなの？俺、そんなイメージなかったんだけど。うん、昔誰かが言ってた。V スポって下ネタ NG なの？そんな感じしないんだけど、あんまり。しなかったんだけど。え、これから、まあ、一応禁止なのかもしれない。気をつけていくわ、うん、もしかして変わってしまったんですか？いや、多分あの禁止ではあると思うけど。うん、禁止なんだ。そんな感じしないわ。なんかよく何カップとか言うけど、うん、まあでもそれは下ネタじゃないか。あ、それはなんか女の子のなんかイチャイチャ判定というかね、ガールズトークだよね、うん、そう、そうだよ。なんかテーテーな絡みって感じでいいよね。うん、うん、ナシンクで、あ、おっぱい何カップとか、なんか絡んでるの見たことないんだけど、あんまり。なんちゃん、おっぱいある？ない。何、急に、何なんですか？え、なんちゃん、おっぱいあるんですか？いや、ないって言っただろ、今。お前話聞いてないのかよ。お前、何なんだよ。なんで聞いたんだよ、2回も。バケモンだ。イナウルあんの？イナウル？うん、あるよ、これ見てみ。なんで、まあ、そうだよな。なんでフルネーム呼びなの？これどこで区切るかわかんないからね。なんか自分でもさ、イナウルって言ってるよね、自分のこと。言ってる言ってる。なんかさ、フルネーム、ね、ウルって言ってたの。ウルさーって。でもイナウルさーって言った方がなんか言いやすくって、自分がね。そ、うん、ういうことね。ウル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 、うん、イナウル。何がおもろい？何がおもろかった今。いや、まあ、おもろくなくておもろかったの。やばいよね。ラムちゃんは一人称何？ラム。怖い。でも今日から白波ラムネっていうのは。言って白波ラムネがさ。私も今日火の玉ランで行くわ。行く。じゃあ3人のフルネームで。
報告も全部しずれ。知らない知らないラメの前にいる。言ってない今日絶対言ってない。絶対口もないんだけど。みんなもいねってなっちゃうよ。待って待って、年下ってどういうこと？ランちゃん何歳なの？ヨコマランは12歳だよ。え、12歳なの？え、ラム10歳だけどね。わあ、もっと年下がいる。え、待って待って待って、ラムちゃん10歳ま。ラム10歳だけどね。待って待って待って、こんな10歳やめてよ。いたら困るよ。やめてよ、なんか人の年聞く前にさ、年下とか言ってラム10歳だけどね。それ寝ぼけて言ってる？うん、ほんとほんとなの？うん。ちょっと V スポ、 V スポ詳しい方、本当ですかこれ？イナウルーは、イナウルーはイナウルーはね、10歳じゃん。タメやん。じゃあタメだよ。じゃあ10歳イナウルー、年齢ないからさ、あの年齢忘れたの、頭悪くて。あ、都合の悪い設定ね。あ、そうそうそう、都合の悪いじゃなくて、記憶がないのね。うん、はいはいはい。都合のいい設定か。あ、そう、まあ、うん、10歳入ったから、今日は10歳で行く。ついてこい、ガキども。一番ガキにみたいなやつに言われたくないよね、ラムちゃんね。ねえ、ラムちゃんから見てさ、ランちゃんとウルーどっちのがガキっぽい？ウルー。ねえ、なんなんでイナウルー。イナウルーだよな。うん、イナウルーかも。ランスちょっと入りたいかも、そこ。ランドスライド。うん、ランスって言うんだ。うん、あの略したんけ。ランスね、ランス行くか。そう、マクドみたいな感じ。そう、ランス行きたくねよ、私たち。マジで、そう、ランス行かね。イナウルギャルじゃないわ、無理じゃない。あ、無理だね。ガチでギャルだ、うん、こういうのがギャルって言うんだよ。ギャルの定義何、そもそもに。なんか陽キャっぽい略す、うん、あ、それもあるね。ギャルは何でも略す。え、ね、サークル系のことなんて言う？サークル系？え、それコンビニ？うん、コンビニ、コンビニ。言わない。言わない？言うことない。略さない？サークル系っていうの？え、そのサークル系、サンクス層に出会わない。あ、もうなくなったんだけどね。え、そう、それでさ、なんかサークル系のことさ、うん、マル系って訳すんだよ。マルケー、うん、だからマルケーって言うかなと思って、二人とも。それ大丈夫？なんかさ、地元トークとかになってない？大丈夫？やばいかな。あ、でもリスナーさんでもマルケーって人いる。あ、本当じゃん。本当？仲間じゃん。いや、地元の人しか言ってないとかじゃないの、それ、なんか。え、じゃあ君と地元一緒かも。地域さんとか。うそうそ。え、なんかそういう略しないの？ラムちゃんとかさ、ランちゃんとか。え、ミニストップは？ミップ。うわ、出たミップだ。ミニストップっていう言葉がそもそももう略してんのかと思ったけど、ミニップ。ミップって言うんだ。ミニップ。ミニップかわいい。なんかハロハロ食べに行ったな、ミップに。ハロハロ、ミップ。やばーい、マジ無理。ごめるよ、ガチ無理。マジ無理、しんどい。え、マジしんどい。マジしんどいんだけど。やばいんだけど。ああ、無理。あ、やむ。ランちゃん、無理しないで。あ、ごめんごめん。ごめんごめん。無理しなくていいよ。あ、ごめんごめん。なんかギャルっぽくいけるかなって思ったけど。ちょっと、なんか近かった。逆にしんどくなったって言ってることで。自分を苦しめないじゃん、無理。うん、そうだね。ありがとう、止めてくれて。うん、いいよ。よかった。あ、危ない。バイバーイ。泣いた。泣いた。まあ、すごい追いつくでしょ。ラムさんよりもう飛んでっちゃうもんね。敵にここですよって知らせちゃうもんね。先般って呼ぶわ。ねえ、ここにラムさんいるよ。先般する？くーちゃんもここだよ。はい、先般だ。これで、すごい。これで敵が来たら先般って呼んでいいよ。こんな感じ。いや、デカラムズ、デカラムズ、いや、デカラムズ、デカラムズ、よ。Take a lunch, take a lunch, yeah, take a lunch. 右さん、せーの。Take a lunch, take a lunch, yeah.